さあそうですね、住吉4番ホール来ました。ここ名物ホールです。まあワンオン狙う方たちが多いんですけど、まあ、ここからはちょっと難しいですよ、はいはい、後ろから狙うんですけど、狙いはどのあたりですか？もう奥のバンカーの正面のところに。ああいいですね、はい、じゃあバンカー行かないクラブってことですかね。はい、そうですね。なるほど。では直行さんのティーショットです。うん、いい方向向いてますよ。うわーい、ちょっとなんかさっきも右手離れたけど、ちょっと真右に飛んじゃったかな。ミスショット。大丈夫かな。見えました？落ちた。見えました。多分あの右の多分林の中にあるっす。ちょっと OB 近いですけど大丈夫。あ、そうなんですか。うん、じゃあ一球暫定打ってきますね。うん、でもね、あの右手外れたんだけど、テイクバックの指導はあまり引っかかってないですよね。すごくスムーズにテイクバックできてます。暫定球です。 OK。 これはちょっと今度は左だけど、うん、はい、いいとこだと思います。はい、さあ46か。ティーショット右に曲げちゃって林の中なんだけど、もうこれはもうね、アマチュアの方たちはあの攻めるか守るか、これはっきり決めた方がいいですね。まずね、中途半端に出そうとすると多分なんかミスしそうな気がしますけど、バンカーの手前に出そう。はい、オッケー。はい、まあしょうがないね。あの最初は違ったでしょ、プランは。結構距離出そうと思って、距離出そうと思ったっすけど、うん、いやこのクラブが当たっちゃうから触れないなと思って、もうとりあえず出すだけ。なるほどね、はい、まあでもいいとこ出たんじゃないですかね、はい、もう3打目狙えるんで、うん、いいっす。今何番で打ったんですか？7っすね。あとは、はい、プラン変えた時に、はい、番手変えた方がいい時があるかもしれない。なるほど。要するに今僕が心配したのは、最初は距離出そうと思って7番握ってたじゃないですか、はい、でプラン変えて短くした時に僕気になったのは、そこのバンカー入っちゃうんじゃないかなと思ったの。まず、あ、なるほど。要するに振り幅小さくてボールが上がらなくなるから、同じロフトだとミスったら多分手前バンカーか、パンチ入ったらここのバンカーかと思っちゃったのね、はいはい、だからああいう時は9番とか P とかに持ち替えて、ちょっと上がる番手握ってで飛ばないようにしてここにっていう風な選択もありかなと思います。なるほど、うん、さあ距離は結構奥、97ヤード。97、はい、風微妙ですねこれね、うん、左からこうっすね。うまい、これは最高。ナイスオン。ありがとうございます。バッチリじゃない？ピン方向飛んだっすね。ねえ、あと距離次第だけど、なんか筋ってったよ。うん、いい感じでした。さあ直行さん、ここね、ちょっと右に林ね、1打目入れちゃったんでティーショットをね、セカンド出すだけの、3打目、97ヤードをここまで持ってきました。これがパーパットになりますね。上り。結構上ってるな。まあよく打ったよ、うん、よく打ててたけどな、ちょっと切れましたね。切れたっすね、うん、フックか。フックですね。ボギーパットです。オッケー、よいしょ。はい、では住吉5番ホールに来ました。ここはですね、特徴はフェアウェイが右から左に傾斜してるんで、できたら狙いはフェアウェイの右サイドがベストかなと思います、うん、よっしゃ、もうこれ言った通り完璧でしたね。
はい、狙い通りです、はい、セカンド地点に来ました。距離がですねもう100切ってますよ。これ結構距離出てます。アゲンストの101ヤード。アゲンスト、アゲンストですね。完全アゲンストですね。ですよね。こういう時はね、あの松の一番高い枝のこう上見ましょう。結構揺れてます、うん、もうこれ毎回毎回ね、見る癖つけとけばこのぐらいの揺れでこれぐらいなんだな、1番手2番手なんだなとかってね、うん、弱いかい？ああ弱いか。おお、ちょっと抑えて打ったんですかね今。ちょっと抑えて打ったんですけど、うん、ちょっと抑えすぎた。うまい、うん。ちょっとね今セカンドピッチングで抑え気味で、まあアゲンストだったんでね、ちょっと抑えて低い球でっていう形で攻めたんですけども、少し抑えすぎたのかな、手前に残りました。フックライン。はい、サードショットです。でかいか。あー強くいった。うーん、ちょっと振り幅が大きかったな。大きかったかな。な、何度で打ったんですか？50度で打ちました。50度、はい、おう、うん、50度で打った選択は何かあったんですか？5 50、まあ転がして、あ、転がしたのと思ってた、うん、本当は、うん、この辺りドンって落ちてゴロゴロっていくはずだったんですけど、ほうほうほう、多分この辺り落ちたんでですね、うんうん、でもあの攻め方としては良かったと思いますよ、うん、あの辺に落としてコロコロコロっていうのはね、うん、やっぱ振り幅がでかい、うん、あとはねやっぱりこう あの近さで50度っていうのは結構、うん、やっぱり50度って前にこうボールが飛んでいくんで、うん、はい、ミスした時にこれが起きやすいですよね、うん、5458ぐらいでも行っても面白かったかもしれませんね、うんうん、なるほど。下りのスライスラインパーパット残ってます。切れるか、うん、結構切れた感じです ね、 やっぱね、結構切れましたね、はい、やっぱどうしてもね下りのラインが強く見えるから、そうですね、打ち切れてない感じにはなりましたね、はい、今ね、うん、結構下ってる風に感じました、うん、はい、見た感じは本当そんな風に見えます、うん、はい、オッケー、ナイスイン、はい、あーしょ。6番ホールに来ました。ここは5番ホールと全く真逆で、今度はフェアウェイが左から右に傾斜をしてます、まあ、ただ風も逆なんでフォローですね。よっしゃ、うん、ナイスフェードですね、はい、まあ、風はあちょっと待ってるな、さっきフォローだったけど、まあでも基本フォローだと思うんだけど、フォローって見ていいと思いますよ、はい、エッジぐらいかな、うんですね、まあ、今セカンドショットはね右手外しちゃうぐらいバランス崩れちゃったけど、距離は横まで来てますね、まあ、これもちょっと若干下り入ってるんで、うん、まあ、距離しっかり合わせたいところです。うん、これはすごくいい
おお、ナイスアプローチ。ありがとうございます。こういうアプローチがね、毎回これができると楽ですね。楽ですね。うん。うん、はい、ナイス。はい。ヘイ。うわー、ちょっと右行った。うん。よっしゃー。いいんじゃない？